さあ、やっていきましょう。どうも、ライスゲームズのエースです。星のカービィをね、気分転換にね、ちょっとやろうかなと思ってね。さあ、いいね。これが初代の星のカービィですよ。俺が最初に買ったと思われるゲームと思う。なんかね、ピカチュウ版か、星のカービィか買う、どっちか買うみたいな迷ってたような記憶があるけど、まあそこら辺は全然覚えてない。子供の時バカだったからね。これいいんだよ。これデラックス、星のカービィデラックスのはなんか春のそよ風のあの感じね。まあこれが原作なんだけど。で、このカービィは最初はコピー能力っていうのがなくて吸い込んで敵を倒すと。しかも星のカービィとか言うけど、カービィっていう星なんだよな、実はね。で、この主人公は、プププという名前というね、本当はね。けど、パッケージがさ、もう星のカービィって書いてるからさ、もう完全にさ、あ、こいつがカービィやんってなるやん。だからなんか、漫画の、星のカービィは、一応カービィの名前プププになってるんだよ、最初。で、後半から、カービィって言われるようになるっていうね。まさかのね。何でも筋吸い込んじゃう。コピー技が出てくるのが次回作なんだよね、確か。これがね、子供の時ね、簡単でね、その、なんやろうな。やっぱ、子供ってやっぱゲーム下手だから、こういう簡単なゲームってちょうどよかったんだよな。これやった後のスーパードンキーコングとかやって、だいたい4面の氷のところでつまずくよね。ああ。超難しいからね。いや、簡単。コピー技とかなくても余裕。基本的に相手の攻撃を避けて、まあ、吸い込めば終わりという。これ、どうやって飛ぶのこれ。あ、これ A だけじゃ、あれなんだ、受けないんだ。十字キーの上で飛ぶと。なるほどね。しかも吐く瞬間、空中なんだな。これは、わかる。空中で一瞬止まるという。あ、これマキシマムね。これダメージ受けないよ、これ。普通にやりよったら。うわ、なんだこのワドルディ。すげえ滑ってる。滑り方が異常だ、こいつ。異常じゃない、こいつ。ツルツル滑ってんじゃん。しかも壁とか貫通するじゃん。星入ったら。あ、来たー、ここね。あー、懐かしい。これ最初白黒だからね。リンゴが出てきて、氷すると。あ、やべ。これ上押した瞬間にもう、飛んじゃうんだよね。だから横をちょっと斜め押しとかにしちゃうと、もうすでに飛ぼうとしてしまうという。この操作性ね。これが昔のゲームですよ。ちょっと上に斜め入力しただけでも飛ぼうとしてしまうというね。はい、楽勝。あ、いいね。出来がいいね。右のイキャップのところなんてもうカービィって感じしないもんな。ちゃんと見よう。ちゃんと作り込んでる。ほら、右下のあれ、カービィの顔、初ダメージ。これな。あー、もう完全にコピーもなんもないんやな。完璧にないんだよ。一つもなかったっけな。なんか一つあった。うわー、危ない。あー、ここはダンジョン性のあるところかな。わ、これさ、ノーミスっていうか、ノーダメージはもう無理だけど、わ、危ない。ノーコンティニューでクリアしたいね。走るっていうギミックはあったのかな。走るもないんか。カービィは基本簡単だからな、ゲーム性のバランスとして。よいしょ。もうほんと簡単。子供が簡単にクリアできるようになってるから。このハテナが、ああ、吸い込めるんや。危ない。あ、危ない。このトゲは一撃で死ぬかな。おー、処理落ちが。やっぱゲームボーイの時代だから、敵がちょっとでもおるだけですぐ処理落ちするな。食らったら死ぬっていうイメージを持つ。バカ野郎。でもコースが春の風とは全然違う感じが、あーん、危ない。これ吸い込んで、これで吸い込んで、あーダメやわ。吸い込んでダイブ。うわむずっ。はいドーン。あ、これだな。はいドーン。これだとノーダメージいける。吸い込みながらのジャンプすげえうまい。あー間に合わない、押せてないし。それ吸い込みたい。え、無理か。よっしゃー、後ろから最強だな。間に合う間に合う。これ星、これでもステージ2か。星、これでもなんだろう、何面まであるんだろう。なんかデータまで倒したら終わりやけ、6面ぐらいで終わるのかな。確かにこれ完成度はめちゃくちゃ高いけどさ、ステージ5とか6とかで終わったらさ、すげえしょぼいよなすぐ終わっちゃうじゃん。多分ゲームボーイだったとしても最初、ああ最初の値段が多分4000円ぐらいとしたら、ほんとゲームやりまくった人とかもう簡単すぎて笑っちゃうよ。え、これで終わりみたいな。やり込み要素もなしみたいな。いや、大人がゲームしたら、これやったら多分全然面白くないやろうな。これは懐かしんでるだけだけど。あ、楽勝楽勝。あ、コピー技はないけどマスクはいけるんや。あーなるほどね。飲み込んだら終わり。いいんだけど。あ、よひゆー。何これ。モアイとかもすぐ食っちゃう。わ、でもここのステージなんか思い出すね。お、いいね、ドリンク。気が6機しか、あ、気が6機、体力が6機しかないのに、ドリンクで2も回復するというね。いやー、ここに扉があると。覚えてる。イキャップとかあるんだっけ。いや、これ普通にイキャップ覚えてるよ俺。で、これ落ちたら死んじゃうと。えへい。ちょっとね、次やるね、ボンバーン。次のやるね、ボンバーマン GB2 はね、もう言っちゃうけどね、難しいんだよ。確かね、最後のね、面がね、マジ結構難しくて、なんか、子供時にやってなくて、大人になってなんかゲームのなんか福袋的ななんかよくわからんやつをいっぱい買って、その中に入ってて、よいしょ、もうボンバーマンゲームボーイであるんだ、やってみようと思って、なぜか最初2からやってしまって、ボンバーマン2めっちゃむずけえわとか思って、で3、4とか2、3とやってたんだけど、いやー、GB はね、結構ね、ボンバーマンの GB は結構難しいんだよ。うおー、なにこれ。お、ファイヤー。あ、なんかカレー食ったっけか。やべえ、死ぬ。あ、これ B を押しただけでこんなんなるよ。お、すげえ。これがファイヤーの語源か。語源か。カレー食ってもこんなんならんけどね。あ、いいねー、いいっすねー。ちょっとファイヤーに気をされて、ダメージ結構食らっちゃった。無敵かと思った一瞬。雨とかあるんかな。しかしこんなに簡単なのに、この無敵時間があったりするのはびっくりするよね。あ、クジラか。クジラ島？覚えてないわ。あー、雲の上か。3面は雲の上か。え、4面じゃなかったっけ。雲の上。4面は最初から雲のステージだった気がするけど。お、来た。ん、なんだろう、なんだろう。お、シューティング。しかも超簡単なシューティング。わお、よう避けたな、それ。あーん。え、こう、当たり判定が結構ちっちゃい。うえー、シューティングは苦手じゃないけど、超簡単だった。急にシューティングだった。これだってね、スーパーデラックスには収録されてないもんな。ああ、そうそうそう、ステージ4はね、ボコ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 。ええー、カービィいっぱい出てるやん。そんなんあったんやな。割と知らんもの多いもんな。なんか友達が、なんか、だいぶ昔の実況したキングダムハーツを実況したんですけど、キングダムハーツ、なんかもう、友達、一応最後までやったらしいんだ。やったらしいんだけど、危ない。なんか最後のムービーだけは知らんやったとか言ってから、あんなあったよねとか言ってから、なんか、見てよかったわとか言ってくれて、あ、嬉しい、割と嬉しいな、つって。だいぶ前の話だけど。意外と、隠しムービーとかね、あったりして。あ、こっちうぜえな。いや、ここ普通に難しいぞ。死ぬ。回復ないし。割と隠しムービーとかね、俺見るの、ムービー系、ゲームのムービー系って、なんかね、見るといいんだよな。今はもう、ネットとかで、あーやばい、やべえ、簡単に見られるようになっちゃったけど。ああー、一回死んじゃったー。マジかよ。このカッター。カッター吸えないんだよね。敵の攻撃はさすがに吸えないという。バカ死にか、お前。いや、多分ね、6面とかいったら多分相当敵が強い。なんやこいつ。危ない。これね、A でね、間違えて飛んじゃうんだよね。十字キーの上で飛ぶっていうのがね。うわ、危ない。これ、スコアタック。昔、こいつ嫌い。こいつはみんな嫌いか。あ、やばい。スコアタックが楽しそうだな。俺ゲームのスコアタックってめちゃくちゃ好きなんですよね。なんだ、シューティングとかでスコアタックとか、その挑戦とか、あ、こいつら、やばい、調子乗ってるこいつ。シューティングとかでスコアタックとかしたことないけど、スターフォックス64の、スコアタックは超面白かったもんな。で、今でいうマリオカートツアーっていう、なんか、スマホのゲーム、まあ、ハマってるわけではないですけど、ずーっとまあ、とりあえずやり続けて、もうルビーが今1800ぐらい、とんでもない、ルビー溜まってるけど、あれが面白いんだよな。ランク、なんだこれ、なんだ道があるんだ。おお、あ、隠しステージか。あ、もしかしてさ、これ隠しステージめちゃくちゃいっぱいある。もしかしたらこれなんかの条件を満たすと、あーと思ったらボスだった。全然隠しでもなんでもないし。あ、てか戻ってるし。あ、やめて。あ、こいつ結構強いかも。やばい。出せ。ワドル D。ワドル D じゃねえ。こいつの目の名前何？こいつの目の名前なんだろう。出してくるやつ。メドルディ。絶対違うわ。滑ったなー。よいしょ。オッケー。うーい。しかし目玉だけがさ、飛んでくるとかさ、実際にあったら超怖いやんな。目玉飛んでるやんつってから。とんでもなく怖いじゃん。きたー。芋か。今更いいけど。なんで芋でこう、おお、ジュース。無敵じゃないんだよな。でもこの機能さ、あれだよな、他のカービィゲームであるんかな。この芋2やったことないからな。2、3ほぼやったことないから、3はなんか昔兄貴となんかやったような気がするけど、出た。あ、これが炎か。あ、なんかここだけ覚えてる。なんかここだけすげえ覚えてる。なんでだろう。ここだけ覚えてるわ。この細い道なんかすげえ覚えてる記憶があるわ。あーんわ、ここ上に登ってさ、パラソルとパラソルがさ、こうミックスできるような場所があるんだよな。まあ、スーパーデラックスの話やけど。ああ、ここね、ここね、ここね。で、ミックスして、ボス戦に挑むというね。はい、ボス。で、雲なんだよね、こいつは。ドーン。いいね。最初、最初飛んでくるんじゃないのか。出してくる。出してくる。待つか。話しない。目玉！うわぁ、でもこいつも、なんだ？あれ飛んでこないよ。この、なんか、ウィーンっていう動きがないぞ。うわぁ、遊んでる。こいつ遊んでやがる。あー、ごめんねー。危ない。斜め入力なっちゃうんだよな。このゲームの難しさよ。斜め入力になっちゃう。ちょっと斜めにこう押したらもうすぐ飛ぶからね。ちょっとしゃがみながらの下斜め移動。なんで？ちょっと B を押した瞬間に上になっちゃうんだ。あーん！やばい。曲げる。普通に曲げる。こいつ強え。バカ野郎！よし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 。うわっ、来るか？来るか？こっちだ。来た。よし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 。あれ、カビの口の中でビームとか出せば、カビちょい手と思うけど。うら、バカ野郎！危ねえ。割と強かったな。カビの口の中でさ、ビームとか出されたらさ、やべえよな。ういて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 。口内炎超できるじゃん。うわ、なんか終わりそう。あら、ごめんで終わりか。マジでしょぼ。クオリティはクソ高いけど、やり込み要素な。やっぱこのスコアなんだろうな、多分。やり込み要素としては。このスコアをどこまで上げるか、みたいな。あー、ボス戦ラッシュね。うわ、6番のパクリじゃん、これ。じゃあ1枚から。いや、まずこいついこう。怖っ。うわ、めっちゃ鼻水出そう。めっちゃ鼻水タラーってなってる。実況あるある。鼻水が、あー、鼻水がこう垂れそうな時も鼻を噛まないという。カービィバグ。え、なんで同じ形に全然違ったわ。触れるだけでいいの。あ、来たー。ボス戦なのに BGM が。いや、そう考えたらさ、カービィの BGM ってめちゃくちゃいいよな。しかしこいつ赤くなったのはどうした？ちゃんと寝てる？よいしょーい。おっしゃ。これ倍速とかでやったら相当難しいやろうな。で、倍速だったらね、音がね、なくなるんだよな。倍速、ほら、俺倍速、倍速にできないだと。あーん、くそ、こいつ、考えてやがる。あ、やめて。あ、その二重攻撃はずるい。それはずるいわ。これ倍速のボタンどれにしちゃって。お、来た、倍速。お、来た。音なくなるけど、この倍速ね。この見て、速さ。これ、音なくなるのかな、ちょっとな。でもこの速さよ。もう超いいじゃん。もうこれで。これでちょっと倒しちゃう、こいつ。うわ、おお。いいね。倍速のこの速さね。音ないのがね、ちょっとあれなんだけど。はい。おお。下がるね。あれこれいけねえじゃん。ああ。待ってよね。死ぬのも早いな。あ、これ倍速やったら超むずけえわ。あ、倍速いいわ。倍速で音があったらね、超最高なんだけどね。ダメ。おー、ダメ。倍速はダメだ。カービィのストーンのように落ちていく。調子乗って2、3機ぐらいなんかだった。今のなんか夢やったんかな。僕は夢を見ていましたみたいな速さで死んでいったな。あー、これカービィに触れたら、入れると。オッケー。ここの BGM は変えてほしかったな。なんか、もう一つ別の BGM、危ないこいつ弱えな、マジで。こいつは本当に一面のボスやわ。一面のボスですらないな。雑魚です。ああー、はい、これで終わりと。いや、倍速はやばいね。アクションものの倍速は無理だね。わあ、上に行くパターンね。昔のカービィはこの、永遠とこの、うわ、これうぜ、こいつ。永遠と飛べるという。見てこの永遠の飛べる感じ。これスマブラやったら無敵やん。無敵です。しかも超、ステージ超簡単。これ吸い込んで、この小ジャンプね。あーあー、届かない。これ敵の名前とか出てこんないな。うわ、危ない。よしよしよし。この小ジャンプはうまい。あ、これ2人同時に死ぬパターン。それとも俺が適当に殺してるから。あー、よし、うまい。ああ、飲み込んじゃうのよね、下にしたら。間に合わない。ほらー、スコア1万10万9946。ラスト1体、こいつな。こいつ名前なんだっけ。こいつな、おったっけ。こんなやつおったっけ。シューティングゲームか。あれ、そういえばさ、星のデラックスのここの面の敵ってなんだっけ。コック川崎？全然違うか。うわ、なんだこれ。急に難しいんだけど。これ一騎士だろ？これ倍速とか絶対。おえ、急に難しくなったな。びっくりした。これ倍速で絶対クリアできんわ、今の。しかも俺の倍速4倍速だね。ただね、このレトロフリックスっていうのはね、この倍速にもできるし、遅くにもできるんだよ。だからもう、編集次第では、超高密度な技術で、なんかいろいろできるという、多種的なことができる。あ、危ない。危ない。弱っ。さあ、ラストなのか。これどうやって戦うんだっけ。ズリーってならんだっけ。なんかハンマーかなんか。あ、これが、ああ、なるほどね。うわ、こいつスマブラでも厄介なあの攻撃。スーパーアーマーなんだよな、それ。うわ、こいつステージ、こいつでけえけんさ、ステージのほとんど取ってんじゃん、場所を。近づいてからのこうな。うわ、危ない。こいつ HP めっちゃ高っ。まあ昔のゲームは相手の HP を高くしないと基本的に難しくできないからな。うわ、やべえ、結構強え。あ、どっちだ。うわ、怖っ。真ん中ずるいわ。そればっかりしとけば。危ない。あー、届かない。うわー、早い、動きが早い。よし、オッケー。よし、ハンマーか吸収か。危ないね。ハンマーかドッスン。うわ、危ねえ。やぶやげ、死んじゃう。あと1。うわ、危ねえ、こいつ超ギリギリなんだけど。あと1なんだけど、相手2。ドッスン。うわー、ハンマーか。うわー、間に合えた。飛べ。よし、やばい、急所が来る。終わりです。その技はやめとったがいいね。スマブラ以外で、スマブラのね、あの技ってめちゃくちゃ強いからな。で、裏面があるのかな。俺、星のカービィ、これで終わるイメージすげえでかいんだよな。ちょっと調べてみようかな。本当にこれで終わりなわけで。で、これ多分ストーリーとしては、デデ大魔王が、その街からなんか果物をめっちゃ取って、なんか独り占めしてるから、カービィがデデ大魔王を懲らしめるっていうストーリーだった気がする。で、この城を持って、こう、もう街中に飯を配るみたいな、そんな感じ。もうトリコみたいなね。トリコがもうグルメ界から戻ってきて、匂いがするなっつってからトン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 。これ何人で作ったんだろう。なんかでもこれぐらいのさ、まあ、クオリティはすごいいいけど、これぐらいの短い距離なら10人ぐらいで作れそうな気がする。こうドット絵とかでも大変やろうな。けど昔のゲームってガンガンなんかゲームが出てきたイメージがすごいでかい。でもなんか1年にもう500、600のソフトが一気にガーッと出るみたいな。まあ今のね、アプリのゲームめちゃくちゃ出てきないんだよ。赤字出したり。昔のゲームはね、あんまり赤字がなかったもんな。スーパーファミコンぐらいやる。分けてるね。白落ちてくる。おしまい。お、本当におしまい。簡単だな。気分転換にはちょうどよかったな。お、クリアおめでとう。タイトル画面を押して新しい冒険に出かけよう。エクストラゲーム。あ、こんなんあったんだ。なんだこのデデ大魔王。エクストラゲームこんなんあるんだ。オッケー。何やお前。悔しいんかお前。あ、これ一回リセットせんといけん感じか。じゃあリセットを、これだ。リセットを押して、しかし1992年、待って。そっか、もう、こっから始まるんか。急に始まる。こうして、こうして、こう。エクストラゲー。ねえ、エクストラゲームってなんだっけ？パート2いく？